んだかにこのバズッカ。今回の舞台は富山市八尾町にあるレトロな駄菓子店村井商店さん。こちらで遠足に持っていく駄菓子300円分最強ラインナップを決定します。まずはお菓子を選ぶ須野那須さんをご覧ください。うわ、遠足やもんな。そうね、今子供の遠足だったらガムダメ、チョコレートダメ、そうそう、そういうルールありますよ ね、うん、飴ダメなってるから、うんうん、じゃあ数いった方がいいんだろうな、うんうん、あ、今言いがなきゃ、今大丈夫ですよ、お父さんお世話になっております、那須中西那須と申します。でもうまい棒だろうな、ね、うまい棒は一般的にね、そう、うん、人気の味とかもあるんでしょ。人気はね、コンポタとかチーズとかたこ焼き味ね、やっぱそうですよ ね、 だ、人気はだから当時から変わってないんだな。あ、でもみんなで友達で分けるとして一人だけ納豆でワーキャーするのもいいですよね。あとは、ね、いっぱい買えるな、よく考えた300円って。そうね、買える ね、 ね、買えますね、あ、こんなも人気じゃないの、うん、そう、それラムネ、ラムネね、うん、これも買っておこうかな、うん、うわ、どうしようかな、あ、でもこんなんやろうな、これ2枚ね、これ、それも ね人気でしょ、うん、これをいくらなんだろう、30円、うん、めっちゃ買えるな、これは40円ね、これ40円ね、うん、あ、2枚入ってんの、2枚入ってます。あとね、よくどっかで買えるのは、うん、ドーナツね、あのこれね、うん、本当や、向こうが50円、こっちが40円。なるほど、でも分けて食べれたらいいな、うんうんうん、そっちは子供たち、その方がね、うん、喜ばれるね、いいんじゃないかな、うん、うわ、楽しい時間、すごい楽しい時間、わ、続いてカメラを忘れてお菓子を選ぶ中西さんです。どれにしようかな。僕はでもね、もう大体決まってるんですよ。うん、後ろの方にもね、ああいう、あの、うん、はいはいはい、下の方のは30円とか40円ですからね。あ、これカレー味とか。ああ、安いな、うん。これいこうかな。これいくらでしょ。はあ、なるほど。300円って結構買えますよね。そう、買えます。ね、うん、結構いけますよね。うん、チョコバットな、これチョコバットね、懐かしいな、でもチョコバットもね、昔からありますもんね、ねえ、那須くんでも買ってそうだな、うん、あ、どうしようかな、ちょっと待ってください、僕これの真剣に選ぶタイプなんですよ、うん、あとここら辺にはまあイカ関係とかもあるし、うん、これだ、これいくら、それ昔からね、これ昔は箱に入ってたけど、今はそういう袋になってる、ナイロンの袋になってる、ね、これいいっすね、的に、うん、これいい、うん、あ、こういうのいっとこうか、ちっちゃいやつ何個かいっとこうか、そっちはガム、これがガム、これはガムね、これは10円ガムね、うん、じゃあ一番ちっちゃいやつってこの辺、そう、そうか、うん、それも12円だけどね、カルパス、なるほどなるほどなるほど、そこら辺も値段上がったからね、12円になっちゃったけど、2人が選んだ300円分の最強ラインナップがこちら。皆さんはどちらが好みかな？ということで、はい、もし小学生の皆さん、ね、うん、ご覧になってたら、どちらを買い方をするか選ぶのはあなたたち次第です、うん、そんなないのよ、そんなコーナーじゃないのないのよ、そんな違うんだね、それでは、また